堺ただし8月13日から1936年7月12日は日本の陸軍軍人。陸軍少将、堺平吉の次男として三重軍桜村に生まれる。1932年に陸軍士官学校を卒業した後は不評少尉として不評第三連隊に所属。1934年不評中尉となる。同連隊に所属していた。 安藤テルゾー大尉の国家改造思想に影響を受け青年賞高運動に参加。1936年2月26日、高橋太郎将尉、麦屋清澄、将尉、安田優将尉と共に銃器4、軽器8、小銃、ピストルなどを備えた襲撃部隊を率いて、四つ役中町三丁目の斉藤内大臣の指定を二手に分かれて襲撃、 警備の警察官の抵抗を難なく制圧して、斎藤を殺害した。逮捕後は反乱罪で、死刑判決。同年7月12日銃殺処刑された。去年27、2.26事件の直前、2月9日には、平田達夫の長女講師と諏訪神社にて挙式。事件前の2月22日から、終盤勤務につき連帯に駐在したため、 講師との共に暮らしたのは2週間程度であった。ありがとうございます。